はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回は久しぶりにね、モンスターファーム1やっていきたいなと思います。アプリ版ですね。そして今回はですね、はい、ついにオンラインのね、大会が開催されるということで、僕もね、ちょっと参加しようかなということで、今回はね、こいつタイタンね、タイタンだよね。ちょっと待ってね。あ、これタイタンね。食べることが何よりも好きな大食いのモンスター。とにかくカレーが大好物。なるほど、カレーなんかあんのかな、この世界に。見たことないけど。はい、まあね、そういうことは置いといて、こいつ、なぜこいつかというと、まあちゃんとね、中精度はカララギ100個上げてマックスにしたんですけども、はい、これですね。最初からこれを覚えてるっていう、まあところがポイントになるかな。はい、で、まあ今回の大会のルール言っておくと、まあ画像出すかな、画像出てると思うんですけど、まあこんな感じでね、ちょっと能力制限があるんで、うん、まあそれを考えつつね、触ってていかないといけないということで、今回はね、まあこのタイタンですね。だから本当にぐるぐるアタックを覚えさせようと思ったら、丈夫さね、300ぐらいかな、はいるんでね。まあちょっと丈夫さは今回上げないと思うんで、はい。で、名前はチャンピオンね。あれ、これなんか、矢がでかくない？これ、ちゃんとちっちゃい矢かな、これ。これ、チャンピオンになってん。チャンピオンになってるな、チャンピオンに。チャンピオンじゃないよな、これ。大丈夫だよね、これ。うん、まあ、小さい矢だと信じてね。はい。まあ、育てていくんですけど、このチャンピオン。まあね、今回どういうモンスターに育てるかというと、技見てもわかると思うんですけど、力と命中ですね。はい。なんて言うんだろう。多分、僕の予想だと、大会に出てくるモンスターって回避の高いモンスターか、まあパワー系のね、モンスターがあると思うんですけど、もう僕の場合は真っ向勝負の力命中上げですね。うん、いや間違いない。だってね、そんな回避の戦い見たくないでしょ。もう僕はこれね、モンスターファームを実況してきた者として KO を見せる、そういうことです。だからもう力と命中ね、ここをバンバン上げていって、まあ、命中は999にしたい、ね、能力2020かな、を守っていくと、はい、いうことで。で、まあ、作戦としては、もう速攻これ打つ、速攻これ打って終わり。そういうことで、ね。もうそれしかないでしょ。耐久性能上げられないから、多分。もう力と命中だけ上げて、ワンパン狙うと、ぐるぐるアタックね。あと竜巻も覚えさせたいんだけど。はい。ということで、育てていきましょう。いや、楽しみだな、オンラインの大会。能力制限あるのがいいよね。それで、まあ多分回避系が多いと思うんだよな。その中でね、もう、だって、当たったら終わりじゃないですか、こいつの攻撃。だから、そういう回避系のモンスターも怖いと思うよ、こいつがいたら。ね、おじちゃんから買って、ちょっと餅と草は揃えておきましょう。まあトレーニングもね、結構縛らないといけないんで、大変だよな。銃取りとかできないんじゃね。よし。OK、これで。まずトロカチンね。上げていきます。じゃやっていきますか。これいつだ？あ、9月か。ちょ、待って、使わない方が良かったんじゃないこれ。大会出したかったんだけど。大丈夫かな。で、命中ね。命中やろう。最初、狩り。他できないよな、って。いらないもんね。まあ、ライフとかいらないし。もうこいつは、一瞬で決めるから。一瞬で。OK、OK、OK。いや、いいんじゃないこれ。ちゃんと能力値出してくれるから、育てやすいよね。あ、ガンガン上がるよ、ガンガン。ね、ちゃんと合計値出してくれるんで、これで分かりやすいかな。2020ね。でも、多分力と回避、命中999にできないから、力はね、5、600で抑えないといけないんじゃないかな。命中999にするなら。多分回避999のモンスター相当多いと思うよ。2周ぐらいでやっとくか。まあ適当だね。まあ楽勝でしょ、これ。オールマックスにしないでいいんだったら。いつもフルモン作ってるから、相当大変なんだけど、まあ能力値制限があるおかげで育てやすいっていうね。いや、こいつが化け物になると信じて、はい。ちょっとね、力命中育てていこう。はい。そしてね、まあちょっと大会の週になったんで、とりあえずこんな感じですね。まだあと
720ぐらい上げれ、40ぐらいか上げられるのかな。はい、とりあえずこんな感じでさ、なんかまあ大会に出るんだけど、途中で気づいたんだけども、俺さこんなにパワー上げてるけど、大会に出る人たちってそんなライフとかジョブさんあんのかな。よくよく考えたらさ、だって大体命中と回避上げるでしょみんな。そこでさライフとジョブさって上げんのかなみんな。これさいらないんじゃない、こんなエコ池大丈夫かな。普通に考えてそんな力ね500とか600とかなくても、竜巻アタック打ったらワンパンで倒せんじゃない。そんなことないかな。いやそんなことない、そんなことないよね。みんなちゃんと、上げてると思うよ、ライフとか丈夫さとか信じてる。それはもうそんなね、こういうことこういうこと、まあ、これを大会でもやりたいんですよね。上げてるでしょみんな、ライフとジョブさ300とか400とか、そういうやつをワンパンでやっつけるためのこの能力だから。あとオート戦だからね、これちょっと指示なしでも見てみようか。ちゃんと打つよね、ぐるぐるアタック打ってくれるよね。いや信じてる、まさか打たないとかありえないでしょ、全然打たないとかありえないでしょ。デコピンとかさ、逆に敵の技食らって死ぬとかありえないでしょ。いや信じてるよ、最初からこのワンパン出してくれって。こういうこと、え、どういうこと。これ大丈夫、あ大丈夫大丈夫。てか明らかにこのチャンピオンの矢の自我はでかいなこれ。絶対これチャンピオンになってるでしょ、絶対これでかいよ。ミスったな。絶対ミスってんだこれ、絶対チャンピオンじゃないよね、治安に合ってるよね。大丈夫かな。あ黄色対決、いや心配だよ。かかってこいと、まあ、こうやって大会でも挑発してくれるんじゃないかな。さてラガラル打つよね、さっき言ったかな。あいい感じ、これやばいんじゃん、これマジでさKO の山を気づくんじゃないこいつ、大会でもう死体の山みたいな大変なことになるんじゃないかな。いやこれ期待できるよ、ちゃんと座っていけば。はい楽勝、当たり前だけどね。当たり前だけど、いい感じいい感じ。人気とかいらないんじゃない、クリティカルなくても倒せるでしょどう考えても。まあ一応上げとくか念のため。まあもしかしたらワンチャン丈夫さっきやっき実況のちょっと変なやつ出てくるかもしれないから、まあそこはね、そういう人もいるかもしれない、もしかしたらライフと丈夫さっきやっき実況みたいな、いないか。結構能力落とすのも大変だから。これでじゃあまたちょっと上げていきますね。これはい、そしてこれぐらいあったんですけど、結構これあといくつだ、470ぐらい上げたら合計値がやばくなるな。ちょっと力の修行もあるし、ちょっとここで控えて狩りだけにしとこうかな。ちょっとトロカッチンやめて、意外にこれ育てられないね、やっぱり他の能力もあるから。他の能力が1とかだったらいいんだけど、回避とか賢さが、まあ、そこまでやってないからな。あちょっと待って疲れて、ちょっと待って疲れてるじゃん、ダメだってちゃんとやらないと。大丈夫だよねこれ、命中重心が絶対いいと思うんだよ。パワーいんのかな。絶対回避型が多いと思うから、ここは力をちょっと捨てて500ぐらいになるか、力なるよね絶対。そうだよな、まあ命中が1000として、他がまあ他のやつが100ずつぐらいあるでしょこれ。だったら500ぐらいになるよな、どう考えても。よし頑張ろう。さあそして今度は D 出ようかな。いや結構ね、命中上げるのが大変。5とか6しか上がらないからね。これ契約金実験しようと思って何週間かかんの ?1 年で250ぐらい。2、3歳になるか。あ、いるんですね。まあ、これちょっと見てみよう。グラニート兄貴いるとこか、これ。まあ、じゃあこの戦いとそれだけ見せるかな。まあ、そんなにいらないでしょ、戦いね、絶対勝つし負けるとかないよねこれね。確かにライフとか
丈夫さ回避は低いけど、まあ一発目で撃てば済むことだから。 87% ね、ガンガン上がってきたよ。来たこういうことだ。じゃあちょっとグラニートのザコも倒しますか。震えて待ってんじゃない、あいつ。さあグラニート、まあ指示なしでね、楽勝でしょう。さあどうなるかな。まあ挑発してるけどね、後で後悔させてやるよと。よし、圧倒的、圧倒的、ワンパンで OK だから。よし来た。まっ、そうでしょ。もうこれで死んだけど何 90% かわしてこいつ。神回避してくんなよこんな時だけ。おかしいでしょこの人。なんだあいつ。まあちょっとねこれ倒して 90% かわしてきて、はい、ということで楽勝で優勝ですね。まあなかなかいい感じで来てんじゃないかな。あとは命中だけなんだよな本当。そして必殺も覚えますか、関飛ばね。これでもう技完璧じゃない。もしぐるぐるアタックをスルーしても OK でしょ。あ結構上がっちゃうなちょっとこれイメージキャッキャ時給にできないかも。結構上がっちゃってる。まあゴーレムだからねやっぱ上がるよね。どうしよう、クロを覚えさせてもういいかな。まあ多分打たないと思うんだよなクロ。前作ったあのね、あのゴーレム何だったっけな、ダルビッシュ、あいつは全然クロを打たなかったから、まあクロを覚えさせても大丈夫かな。普通に修行でやった方が早いかこれ。命中でやってたんだけど狩りでね。よし、その方が効率的だよな。絶対打たないでしょ黒投げ。覚えてようが覚えてまいが何。ああ、ありがとうおじいちゃん。これで1551、あと400。あギリワン、ギリいけるな多分。ギリ命中いけんな。あちょっと待って、何、いや見たくないよこの人の姿形なんてさ。これね、これで完璧。まあ覚えてもいいか別に。キック黒投げ使ってもいいし、使わないと思うしね。じゃあちょっと修行でね、この後は修行で命中伸ばしていきたいなと思います。大会に出つつね。さあそしてもうラストですね。合計値2010まで来たんで、まあ、大成功ないから大丈夫でしょう。これがラストになるかな。まあちょっと余すんだけど6ね、4ぐらい余すかな。はい、ってことでこれで完成ですね。2016、何気にあれか2020年にかけて2020以下にしてんのかな。はい、まあそんなことも思いついたんですけど、これですね僕の大会参戦モンスターはこいつでね。命中919、力540、まあ、他はね、他は普通の100ぐらいで、で人気中性とともに100でぐるぐる竜巻、多分ここ打たないと思うんだよな。もうこことここで決着つくと思うから、はい、いやこいつがね大会で KO の山を築いてくれると信じて、うん、その日を待ちたいですね。いや言ってるわけないでしょ僕がね、大会でさもう一発目で負けて、この岩ゴリラがって家でカレーでも食ってろよとか言ってるわけないでしょね。信じようみんなで。もうこれで負けたら泣くしかない泣くしかないしゃあないと思って。いやでも楽しみだよな、どんなモンスター出てくるんだろう。多分回避系と、まあ、これに似たタイプの攻撃型が多いと思うんだけど、あとは待つだけなんで、こいつ登録してしっかり待ちたいなと思います。皆さんもねこれ多分参加される方もいると思うんですけど、こいつのねこのチャンピオンの大会のね結果の方もお楽しみにしてください。またその時はね動画上げますんで、はい、それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。